はい、こんにちは。英語ブロックのリゾートあつしです。今回の動画では英単語について説明していきます。まず英語ブロックのホームページについてなんですけども、主なコンテンツが英単語ダントツ英文法仕上げレッスンになります。今回はこの英単語について説明していきます。ダントツ英文法っていうのは中学生の英文法全部合わせてレッスン100まであるんですけども、そちらについて説明しています。仕上げレッスンっていうのは英作文の作り方とか三単元の SU などそのようなものについてまとめています。すべて動画があります。無料で見ることできますので、ぜひ使ってください。おすすめはクロスワードパズルになります。こちらについては他の動画でも説明しているので、そちらの方をぜひ見てください。パスワードチャレンジっていうのもあるので、楽しみながら取り組めると思います。英語ブロックっていうに検索してもらうとホームページが2つあります。英語ブロック .net っていう方は主に英文法と動画が中心、英語ブロック .com っていう方は主に英単語とテキストが中心になっています。どちらからでも行ったり来たりはできるので大丈夫です。今回はこちらの英語ブロック .com の方のトップページから進めていきます。今見てもらっているのが英語ブロック .com の方のトップページになります。はい、では英単語のナンバー181から200について説明していきます。まずトップページのこちらの単語帳というところかスクロールしてもらって、英単語を学ぶ、このどちらかをクリックします。はい、一番上に出てくる英単語をスライドショーで学ぶ、こちらをクリックします。はい、次のページ、ラインナップが出てくるんですけども、181から200ですね、こちらになります。で、こちらの20語のまとめプリントというのは最後にまた説明します。ではこちらをクリックします。はい、そうするとこのようなスライドショーが出てきます。この右の方の矢印をクリックしていくと次の説明が見れるようになっています。で、今回はこの内容と同じものを使って説明していきます。はい、ではいきましょう。まず181番ですね。 big big 大きいとか、あとは年上のなんていう意味もあります。ただ一番最初に使うのはこの大きいという意味ですね。 little とか small の反対の単語になります。比較変化、big、bigger、biggest というふうになります。単母音と子音字の組み合わせなので、子音の G を重ねてから ER、子音の G を重ねてから EST というふうになります。詳しくは比較変化表の動画の方と、あとプリントですね、の方を見てください。はい、例えば、a big brother なんていうふうに言うと、自分よりもこう、大きいということで兄、A big sister だと姉のような言い方をします。ただそんなには出てこないですね。英語の中ではあまりこの年上年下っていうのがそんなに重要視されないので、普通に my brother のように使うので、あまりこの言い方は出てこないですけど、まあ、このような言い方もありますということです。はい、では次行きます。182番、large、 large、 これも大きいという意味ですね。面積が広いという意味もあります。で、先ほどの big と何が違うかっていうと、ほぼ同じような意味では使われるんですけども、 big の方は重さなどが大きいで、面積などが大きい広いっていう時にはこの large を使う傾向にあります。ただ、最初のうちはそんなに気にしなくても大丈夫ですね。で、話し言葉ではビッグの方が使われるというのもあるんですけども、まあ、最初の段階ではビッグとラージはほぼ同じように使うというふうに考えてください。比較変化、ラージャーっていうのは R だけ、ラージェストっていうのは ST だけ後ろにつけます。 E で終わってるので、その後に R、ST だけをつけるという形になります。183番、スモール、スモール、
発音注意ですね。この部分がまあではなくてもっていうふうに読みます。で、先ほどのビッグラージの反対の単語になります。小さいとか、あと面積が狭いのような意味があります。比較変化、スモール、スモーラー、スモーレスト、そのまま ER、EST をつけます。で、この後にリトルという単語出てくるんですけども、スモールとリトルの違いがこのようになります。単純に形が小さいというふうに言いたいときにはスモール、可愛らしいというニュアンスが含まれるときにはリトルということですね。ではそのリトルについて見ていきます。はい、184番がリトルです。小さいというのが今説明した可愛らしいというのを含むニュアンスになります。あとはですね、ちょっとポイントになるのがここの部分なんですけど、あとまあここもそうなんですけど、アリトルっていう言い方するときとリトルで使うときで意味が変わってきます。アリトルっていうふうに言うと少量ある、少しある、少しあるという意味なんですけども、アがなくてリトルだけで使うとほとんどない、ほとんどない、ほとんどないっていうふうな意味になるんですね。アがあるときは少しある、アがないときはほとんどない。このアがつくかつかないかでだいぶ意味が変わってくるので、そこを注意しましょう。例えばですね、 A little water だと少し水があるっていうふうに言ってます。逆にアがないとき little water っていうふうに言うとほとんどないっていう表現になります。アがないときは否定的な感じになるということですね。で、どちら使うかっていうのはその話し手によるんですね。例えばこれぐらいの瓶があってこれぐらい水があったとしますよね。人によってはこんなにまだ残ってるって思う人もいるだろうし、これしか残ってないっていう思う人もいるだろうということで、それはその話し手の感じ方次第になります。はい、あと比較変化ですね。リトル、レス、リストという形で活用をします。中学生ではそんなには出てこないんですけども、大切な単語ではあるのでぜひ覚えてほしいと思います。185番、パーク、パーク、公園とか、あと競技場なんていう意味もあります。A national park っていうふうに言うと国立公園、 A baseball park だと野球場、これは A ball park っていうふうに言ったりもするんですけども、これはもう公園のレベルではなくて、こちらですね、競技場というふうな意味になります。はい、あとこのパークで大切なのはこちらの動詞の意味ですね。これ初めて聞いた人もいると思うんですけども、駐車するとか駐輪するっていう意味があります。よく街にパーキングっていうふうに書いてあると思うんですけど、あのパークはこちらの方の意味ですね。で、過去形がパークト、過去分詞形もパークト、ING 形がパーキングになります。で、パークっていうと自動車を駐車するっていう意味が多いと思うんですけど、自転車の時もパークなんですね。なのでどちらにも使える表現になります。186番、 week、 week、 これは1週間という週ですね。同音語、同じ発音のものに weak、 弱いというものがあります。これはよく weak point、 弱い点、弱点という意味になるときにこう使う表現になります。はい、こちらについては740番の方で説明しています。187番、 finish、 finish、 何々を終えるとか終わるという意味ですね。あとは名詞で終わりとか仕上げというのもあります。活用が過去形、過去分詞形とも ED つけます。読むときに to っていうふうになります。なぜかというと前の shu っていうのが濁らない音だからですね。 finish to っていうふうな言い方をします。3単元の s つけるときには es をつけます。この sh で終わってるので s だけではなくて es をつけるということになります。
188番 day day 日とか1日という意味ですね。あとは日中昼間などの意味もあります。日の出から日没までのことを指します。反対の単語日没から日の出まではないとになります。でちょっとこれ説明がいっぱいあるんですけども、特に覚えてほしいものを最初に説明していきます。 Every day 毎日、 All day 一日中、 One day ある日、 Some day いつか。まずこの上のこの4つの表現ですね。あとは下の方、まあ、だんだん覚えてもらえればいいんですけども、説明しておきたいのがこの明後日、The day after tomorrow、 明日の後の日ということで、明後日、明日の次の日、明後日ですね。で今度 The day before yesterday っていうふうに言うと、昨日の前の日、昨日の前の日、つまり一昨日、このような言い方もあります。はい、あとは一番下のこの2つですね。 These days だとこの頃、 In those days だとその頃とか当時。 These っていうのは This の複数形なので、近いところですね、ここ最近というふうになって、 Those は That の複数形なので、遠いところ、今からちょっと遠いところっていうことで、当時というふうな言い方になります。ここは量が多いので徐々に覚えていきましょう。189番 buy buy、 買うという意味ですね。反対の単語は sell、 これは売るっていうふうな意味になります。 buy と同じ発音になるものに、誰々によって何々のそばの buy、 あとはさようならですね、 buy があります。過去形はこのように書いて bought っていうふうに読みます。ちょっと難しい単語ですね。過去分詞も bought で、乗り物のボートと発音同じかなって思う人もいると思うんですけども、この乗り物のボートはボーツっていうふうに発音するんですね。で、こちらの場合の過去形はボートって伸ばして発音します。なので、ここはちょっと日本語で考えると逆ですね。乗り物のボートっていうのがボーツっていうふうに読みます。詳しくは872番の方でも説明しているので、そちらの方も見てください。190番 Only Only、 発音に注意しましょう。よく Only って聞くと思うんですけど、本当は Only、 このうが入ります。ただ一つのとか、ただ一人のとか、唯一のとか、あとほんのほにゃららに過ぎない、このような意味があります。はい、では次行きます。191番 Right Right、 これが、まず発音注意、これはこの GH の部分とかですね、読まないということで注意してください。右、右の、右へなどの意味ですね。で、他にこの権利という意味とか、あと正しいことのような意味もあります。最初はそんなに出てこないですけども、このような意味も覚えておくといいと思います。同音語、ライト、書くのライトですね。192番、レフト、レフト、左ですね。左のとか左へという意味で、先ほどのライトの反対の単語になります。keep left とか keep to the left っていうと、左側通行という形字ですね。道路標識になります。で、あと大切なのがこちらですね。 leave の過去形、過去分詞形も left になります。これは見た目も発音も全く同じなんですね。なので、一瞬こう左かなって思ってしまうかもしれないんですけども、動詞の場所で使われている時にはこちらの leave、 出発するの過去形、過去分詞形っていうふうに考えてください。Leave っていうのは出発するっていう意味ですね。はい、では次に行きます。193番 Every Every、 すべてのとか、どの…も皆、あと
毎日などのこの毎ですね、このような意味になります。 every day だと毎日、 every week だと毎週、 every year 毎年、このような意味になります。194番、 here here、 ここにとかここでとかここへという意味ですね。で、この here は聞くっていう here と発音同じになります。でこの here の反対の単語が there になります。これについてはこの次の単語で説明します。例えば here you are っていうふうに言うと、はいどうぞ、こう物を渡すときに here you are、 あとは here you go とか here it is という言い方もします。あとは over here だとこっちに、こちらになどの意味があります。はい、では次に行きます。195番、 there、 そこに、そこで、そこへなどの意味ですね。先ほどの here の反対の単語になります。同じ発音のものに there、 彼らの、彼女らの、それらのと there、 they are の短縮形があります。で、そこへ行くっていう時には go there っていうふうに言います。で、to が いるんじゃないかなって考える人もいると思うんですけども、この there というのはそこに、そこで、そこへっていうふうに前置詞の意味が入ってるんですね。なので to は必要ありません。で、これは先ほどのこの here も同じなんですけども、ここに、ここで、ここへなので to いりません。ここに来なさいっていうふうに言うときは come here っていうふうに言います。 to はいらないと。詳しくは例文の方ぜひ見ていただきたいと思います。はい、では先ほどの続きですね。はい、次はこちらです。 there is、 あとは there are、 どちらもほにゃららがありますとかほにゃららがいますという意味になります。で、こちらについては詳しくはダントツ英文法の方で説明しているんですけども、簡単にお話しすると、後ろに単数形が来るときには is を使います。複数形が来るときには are を使います。もちろん過去形になるときには is を was にして are を were にするっていうふうになるんですけども、まず最初は現在形の方が出てくると思うので、そちらから覚えてください。はい、まあ、詳しくはダントツ英文法の方で聞いてください。はい、あとは over there、 あっちにとかあちらにという意味になります。先ほど over here っていうのが出てきたんですけど、その反対の表現になります。はい、では次いきます。196番、 early early、早くとか早いとかという意味ですね。 get up early っていうと早く起きる。で、比較変化 early、earlier、earliest なんですけど、 y が i に変わって er、 y が i に変わって est になります。これは発音上の問題ですね。 ing プラス y の時には y を i に変えてからということで、このような形になります。197番、 late late、 遅いとか、あと遅刻したっていう時ですね。遅刻してなどの時に使います。 be late for っていうと何々に遅れる。例えばここにスクールって入れると学校に遅れるという意味になります。この be は be 動詞をその文に合わせて使ってください。あとは比較変化ですね。 late、 later、 latest っていうふうになります。later っていうのは see you later などで使う later なんですけども、422の方ぜひ見てください。 e で終わってるので後ろに r、 st をつける活用になります。198番、 fast fast、 早い、早くなどの意味ですね。これは動作が早いという意味になります。先ほどのこの early は時間、時期が早いですね。早く起きるっていうのは朝早く起きるということで、こちらの fast に関しては動作が早いですね。走るのが早いとか、そのような時に使う早いになります。比較変化は fast、faster、fastest。
でよく日本語でファーストフードって言うんですけど、あれはこの単語なんですね、実際は。なのでファストフードって発音するのが本来の発音なので、そこは知っといてください。199番、スローリー、スローリー、ゆっくりとという意味ですね。例えば speak slowly っていうと、ゆっくり話してという意味になります。200番、スロースローが遅いとか、あとは遅れているなんていう意味もあります。スローダウンっていうと、徐行、ゆっくり走りなさいということですね。スピードを落としなさいということで、このような言い方もあります。で、この最後のですね、5つ、196から97、98、99、200までっていうのは似ている単語ですね、あと反対の単語をこうまとめているので、プリントの方を見てもらうといいと思います。単語帳の方ですね、実際のものを見てもらうと詳しくまとめてあります。ぜひそちらの方も見てみてください。はい、今回の25が以上になります。で、このプリントが今回の25をまとめたものになるんですけども、このプリントは先ほどのスライドショー、はい、この下の方にあります。この画像かリンクの部分、どちらでもいいのでクリックしてもらうと、このようなページが開きます。印刷したい時にはこの上の PDF ファイル開いてもらって、はい、下の方のこのプリンターのマークとか、あと画面上で右クリックすると印刷っていうのが出てくると思うので、そちらから印刷して使ってみてください。はい、あとその下ずっと見ていくと、今度は単語テストがあります。印刷したい時にはこの PDF ファイルですね、開いてもらって印刷してください。あとは見ながら紙にこう手元でこう書いて練習してもいいと思うので、でこれを書いてみたら今度上の方に戻って、ここでチェックするっていう風にしてもらうといいと思います。はい、あと最初に見てもらったこのページなんですけども、この25のまとめプリントっていうとこ見てもらうと、クリックしてもらうと今と同じページにリンクが貼ってあります。どちらからでもアクセスできるので、ぜひこのプリントも使ってみてください。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。